象通報です。はじめ今日正午の各地の天気です。石垣島では北の風風力4、曇り、26ヘクトパスカル、17度。那覇では北の風風力5、雨、24ヘクトパスカル、15度。南大東島では北北西の風風力5、晴れ、20ヘクトパスカル、18度。那覇では北の風風力3、にわか雨、23ヘクトパスカル、13度。鹿児島では北北西の風風力3、曇り、22ヘクトパスカル、9度。福井では北西の風風力3、曇り、24ヘクトパスカル、7度。伊豆原では北北西の風風力3、晴れ、23ヘクトパスカル、5度。足摺岬では西の風風力2、晴れ、19ヘクトパスカル、9度。室戸岬では南の風風力1、晴れ、17ヘクトパスカル、7度。松山では北西の風風力2、曇り、20ヘクトパスカル、8度。浜田では北北西の風風力2、曇り、21ヘクトパスカル、7度。西郷では北西の風風力3、曇り、20ヘクトパスカル、6度。大阪では西北西の風風力2、晴れ、18ヘクトパスカル、6度。潮の岬では西北西の風風力5、晴れ、15ヘクトパスカル、7度。八丈島では西の風風力4、曇り、10ヘクトパスカル、8度。大島では西南西の風風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、11度。御前崎では西の風風力4、晴れ、09ヘクトパスカル、9度。銚子では北西の風風力3、快晴、08ヘクトパスカル、9度。前橋では北北西の風風力3、快晴、09ヘクトパスカル、8度。小名浜では北西の風風力5、晴れ、07ヘクトパスカル、8度。輪島では西北西の風風力2、みぞれ、16ヘクトパスカル、3度。愛川では西北西の風風力6、みぞれ、13ヘクトパスカル、4度。仙台では北西の風風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、5度。宮古では西南西の風風力3、曇り、04ヘクトパスカル、6度。秋田では西の風風力5、にわか雪、10ヘクトパスカル、1度。
西北西の風、風力4。晴れ、0.4 ヘクトパスカル、3度。浦川では西北西の風、風力5。みぞれ、998ヘクトパスカル、2度。根室では北西の風、風力6。みぞれ、991ヘクトパスカル、0度。稚内では北北西の風、風力8。にわか雪、999ヘクトパスカル、1度。ポロナイスクでは北の風、風力5。にわか雪、997ヘクトパスカル、氷点下1度。セベロクルリスクでは東の風、風力3。にわか雪、990ヘクトパスカル、0度。引き続き、今日1月4日正午の天気です。ハバロフスクでは南西の風、風力3。曇り、19ヘクトパスカル、氷点下15度。ウボネアプリシカリでは西南西の風、風力4。晴れ、10ヘクトパスカル、氷点下5度。ウラジオストクでは北の風、風力5。快晴、21ヘクトパスカル、氷点下12度。ソウルでは西の風、風力2。快晴、27ヘクトパスカル、氷点下3度。ウルルン島では西南西の風、風力2。晴れ、21ヘクトパスカル、4度。釜山では北の風、風力2。快晴、23ヘクトパスカル、3度。モッコでは北北東の風、風力2。晴れ、27ヘクトパスカル、4度。チェジュ島では北西の風、風力3。晴れ、27ヘクトパスカル、7度。台北では東の風、風力2。曇り、29ヘクトパスカル、14度。広州では北東の風、風力5。晴れ、24ヘクトパスカル、20度。長春では南西の風、風力3。快晴、32ヘクトパスカル、氷点下11度。北京では北東の風、風力1。曇り、31ヘクトパスカル、0度。大連では西南西の風、風力2。快晴、31ヘクトパスカル、氷点下1度。青島では北の風、風力2。快晴、33ヘクトパスカル、0度。上海では西北西の風、風力3。快晴、33ヘクトパスカル、6度。武漢では西北西の風、風力1。快晴、35ヘクトパスカル、8度。奄美では北北東の風、風力3。快晴、28ヘクトパスカル、13度。北
香港では東北東の風、風力2、晴れ、27ヘクトパスカル、17度。マスコでは北北東の風、風力4、曇り、22ヘクトパスカル、19度。マニラでは南の風、風力4、曇り、15ヘクトパスカル、29度。父島では西北西の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、19度。南の島では南西の風、風力4、天気は不明、0.9ヘクトパスカル、25度。富士山では気温は氷点下19度でした。さらに今日、1月8日正午の船舶の報告です。南シナ海の北緯15度、東経115度では、北東の風、風力7、天気は曇り、17ヘクトパスカル、沖縄南方の北緯23度、東経123度では、風向、風力は不明、天気は不明、気圧26ヘクトパスカル、東シナ海の北緯32度、東経127度では、北西の風、風力6、天気は曇り、気圧25ヘクトパスカル。本州南方の北緯21度、東経134度では、風向、風力は不明、天気は晴れ、気圧は不明。鳥島近海の北緯32度、東経140度では、北西の風、風力7、天気は晴れ、気圧10ヘクトパスカル。北海道東方の北緯42度、東経145度では、北西の風、風力7、天気は快晴、気圧996ヘクトパスカル。北海道東方の北緯43度、東経155度では、風向、風力は不明、天気は不明、気圧985ヘクトパスカルでした。では、続いて気象です。千島近海の北緯46度、東経150度には976ヘクトパスカルの発達した低気圧があって、北東へ毎時20キロで進んでいます。中心の南東側1900キロ以内と、北西側1300キロ以内では、15メートルから23メートルの強い風が吹いています。また北緯40度、東経164度には、
194ヘクトパスカルの別の低気圧があって、北東へ45キロで進んでいます。アリューシャンの南の北緯42度、西経177度には980ヘクトパスカルの発達した低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。中心から半径1100キロの円内では、中心から半径1100キロの円内では15メートルから20メートルの強い風が吹いています。カムチャツカの東の北緯58度、東経165度には1008ヘクトパスカルの低気圧があって、北へゆっくり進んでいます。河北の北緯37度、東経105度には1038ヘクトパスカルの高気圧があって、東へゆっくり移動しています。シベリアの北緯57度、東経126度には1036ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。ミッドウェー諸島の北緯28度、東経174度には1012ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ30キロで移動しています。北緯40度、東経164度から温暖前線が北緯37度、東経167度北緯35度、東経168度に伸び、寒冷前線が北緯36度、東経163度、北緯34度、東経160度、北緯30度、東経157度、北緯28度、東経153度、北緯25度、東経147度に達しています。日本付近を通る1020ヘクトパスカルの等圧線は北緯57度、東経140度、50度、133度、45度、134度、40度、132度、35度、133度、22度、128度、19度、119度、18度、115度の各点を通っています。初めの部分を繰り返しますと、福島近海の北緯46度、東経150度には976ヘクトパスカルの発達した低気圧があります。この低気圧は北東へ毎時20キロで進んでいます。以上、この時間の漁業気象気象通報をお伝えいたしました。まもなく4時20分になるところです。この時間は過去に放送した中からお友達
ティーチングの水産とソフィー今回初めて登場ですけど、今日初めてソフィーがアシストしてくれた。皆さんもアシストしてくれます。大丈夫。はい。今からやることだとね、全員必ずできることなので、気が変えてください。自信持ってやっていきましょう。はい。でちょっとね、ルール説明だけしますね。ですね。ちょっと聞き漏らしたとかっていうのは、どれ聞いてもいいですからね。で、どうしてもよくわかんないんですけど、聞きに来てください。で、まずですね、やる作業は、そのメモからですね、この白地図に情報を落としていきます。わかりませんよ。こんな感じで。で、これはですね、ボールペンでやっていきます。こっち気温ね。こっち、あっ。ほんで、等圧線がね、今日どうなってるか分かりませんけど、線20でしたっけ？線20でしたっけ？はい。これは鉛筆でね。で、先週もやりましたけど、等圧線は鉛筆で描いていきます。で、ちょっと直したりとか、消し込みで消したりとかしますよね。その時に、ここ消えると悲しいじゃないですか。だからボールペンなんですよね。なんだけど、ボールペンだと直せないっていうことですね。この致命的なミスだけはしないよねっていう、もう前を言ってるんですよ。それテキストに、9ページぐらいでしたっけ？僕テキストの9ページぐらいに書いたんですけど、意味わかりました？9ページじゃないよ、9ページか。空港についてあるあるのミステイクあげておきます。地図がちゃんと読めるかってことなんですけど、これ別に気象って関係ないですよ。まあ、割と言います。毎年ね、全てのクラスに、何割かいるんです。これ分かりますかね、言ってる意味。あるあるですよね。意味分かります。言ってる意味わかりますか？これ何言ってんだろう、この絵を。西の風って言った時に、西の風って言った時にイエスとノーがあるじゃないですか。わかります？え、西じゃないの？はい、ここで西の風です。ここで西の風、ここで西の風ですね。わかりますか？言ってみればわかります。ここはイエスですね。はい、これイエスです。これ西の風です。はい、これノーです。